あ、三年 B 組？クロイ先生！はいはい。I like sausage！ それプリってことかい？ちょ、ラッピングが制服？ラフリってことない？うん、頑張っちゃう？やっちゃっちゃう？そんときゃー！ちゃんリリースよ！あっせー！あっせー！ロサリマにダーリンダーリンフリー！なんか食べる、なんか出る、愛してる、あれ一個が違ってる、もう悩み、暴行、絶望、おいしん坊、いい加減にしなさい。飛んでった、あいつもモテる体っていわゆる普通の女の子、驚いた。あるの。いやー、食玩なんだけどさ、欲しいのがなかなか来なくて、つい大人かよ。いるよな、景品ばかりに目がいってお菓子をないがしろにするやつ。キツネ、リス、犬。急に何言ってるんだ？いや、みんなを動物に例えたらどうなるかなって。私はいたずら好きだからキツネ。つかさはイメージ的に犬。ゆうちゃんは小動物チックだからリス。なるほどね。さしずめ私は虎とか狼とか言いたいんでしょ？いやー、鏡寂しがり屋だからウサちゃんかもよ。ついも耳みたい。それはそれでなんか気恥ずかしい気がするからやめてくれ。面白いね。他の人はどうかな。ゆい姉さんは元気に動き回るイメージでしょうかな。岩崎さんはクールでかっこいいからあったかかな。ゆきちゃんはほわほわって感じだし、なんとなくふもふもしてるから羊さんかな。ふもふいやー、みゆきさんはなんといっても牛でしょ。この辺が発想が親父だよ。昨日コナタの家で小学校の時の文集とか見てきたのよ。まあそうなんですか。でもさ、コナタってズボラに見えるけど、意外にそういうのはちゃんと取ってあるのね。お父さんがきっちり取っておくんだってね。でももっと意外だったのはさ、将来の夢、獣医とか弁護士とか一般職もあったのよね。そうですか。まあ毎年夢が変わっているのはこなたらしいけど。そういうの見ると当時好きだったゲームや漫画が何だったかわかるね。ああ、なるほど、そういうことか。結局それか。なりたい職業にお嫁さんって書く人もいるけどな。職業じゃないしね。それは可愛いね。いや、というかつかさ、あんたのことだけど。そうだっけ。これだから天然は。天然って自覚ない人が多いよね。そうかもしれませんね。言っておくけど、みゆきさんもそうなんだよ。え、どうかされました？みゆきさんって裸眼だと視力どれくらいなの？ 0.1 もないんですよ。そうなんだ。どっかでブルーベリーとか食べると目にいいって聞いたよ。そうですね。他にもビタミン A が含まれる人参、ほうれん草などの緑黄色野菜、ビタミン B 群を含んだ豚肉、ごまやレバーなど、さらにタンパク質が含まれる食品も目にいいとされています。あと、レーザー治療も話題になっていますが。おお。
さすがに私は受ける勇気はありませんね。あと視力トレーニングなどもテレビとかで見かけますよね。いろいろ知ってるんだね。まあいろいろある中のいくつかですが。でもそれだけ知っててみゆきさんの視力が回復しないのはなぜ？え、知っててもあまり実行しないので。なんで実行しないの？それはなぜでしょうね。試しにやってみせてよ、視力トレーニングとか。今ですか？ですね、まず目を閉じてパッと開けます。それから顔はそのままで視線だけをこう左右上下に動かすんですが。みゆきさん、顔動いてるよ。おかしいですね。もういいから。かえって目が疲れてしまったような。余計目が悪くなるんじゃない？ねえコナちゃん、萌えって何？改まって聞かれるとな。好きってことの感情表現には違いないんだけど、私も詳しくは分かんないな。何よ、あんたよく知らないで使ってるわけ？とりあえずこの単語を自然に捉えている人がオタクじゃないかというのが私の意見。ほんとどうでもいいことだけど分かる気がするわ。世界のワンちゃん特集ですよ。ダッフンだ。子犬かわいいよね。お父さん、うちも犬飼おうよ。ん？こらこら、つかさ、単純に軽々しく言うけどね、しつけ、散歩、餌、その他もろもろをきちんと面倒見れるの？子犬と成犬じゃイメージ違うかもよ。物じゃない命を養うって自覚を持ってるの？そうだよね、ちゃんと考えなくちゃダメだよね。それにしてもお姉ちゃん詳しいね。それはまあ、結局私も単純ってことよ。だからいろいろ調べたし。ほら、コナタ、あんたこの絵描き好きでしょ？読んでみれって。もう、分かったよ、うるさいな。顔近いって。じの何か、どこまで読んだかなって。もうオサノって人出てきた？いや、まだその域に達していないので。ささ早く読もう。今年は選挙が多いよね。参っちゃうよ。そうかな。おお、何しけたつらしとるんや。受験生は帰ってはよ勉強し。先生、選挙多くてやだなって話です。なんや、やぶから棒に。選挙番組でレギュラー番組の放送の時間が変わるじゃないですか。この前も初回放送が突然4時間ずれたし。あ、待ちさえ、番組内で選挙速報を流す。 L 字の帯のせいで画面が小さいのなんの。まあでもなんや、選挙番組も時事問題の勉強になるんやし、アニメ言うとる場合か。それに選挙に限らず放送時間変わったりするし、 K1 とか買ってレギュラー外して時間枠取ったりするやろ。泉、格闘技好きやなかったか？経験者ですけど、別に好きじゃありません。アニメ買ってたまに特番組んだりするやろ、マイハーニー。でも延長とかした後の番組に迷惑かけないから問題ない。受験生はそんなん気にせんで勉強っせ。やっぱり最後は力技だよ。お待たせ。コナちゃんがね、傘持ってないんだって。予報ぐらい見てこいよ。もう男子みたいに濡れるの気にしないでそのまま帰ろっかな。でも男の子ってなんで濡れるの気にしないんだろうね。ブラとか透ける心配ないからじゃん。なるほど、一理あるだろうけど、あまり大声で堂々と言うな。恥じらい持てよ。というわけで、どっちか傘貸して。まあ私たち帰るとこ一緒だし、一本でもギリギリなんとかなるけど。ありがたいわ。あんた置き傘とかしてないわけ？置き弁してるくせに。いやー、この前まであるにはあったんだけどさ、
一回使ったら次持ってくるのずっと忘れててさ、習慣化してるわけじゃないから。横着してたら身につかないってことね。ちょっとスズメ待って。そういえばさ、長靴とカッパって自分で着るとさ、なんかかっこ悪いってイメージあるよね。そうね、なんか子供っぽく感じるわね。なのに絵で見るとどうしてあんなに燃えるんだろうね。知らねえよ。ラッキースター、おいーす、こなた。おはようって、どうしたのつかさ。今月の携帯使用量が多くて怒られちゃって。携帯電話なんてめったに使わないから私はいつも基本料金だよ。そうなんだ、経済的でしょ。経済的って言うけど、ほとんど使ってないなら毎月の基本料金そのものがもったいないと思うけどな。細かいことは一個なしだよ、鏡。あ、メールだ。帰りに卵を買ってきてくださいか。わかりました、うん、帰りにお姉ちゃんと言ってきます。それさ、親子間のやりとりだよね。メールでやりとりするとなんか丁寧語になっちゃわない？まあなんとなくわかるけどね、慣れれば口調変わるよ。これどれくらい使ってる？1年かな。普通どれくらいで機種変する？2年ぐらいが替え時じゃないの？バッテリーの寿命が切れるのがそのぐらいでしょ。私はその倍、いや3倍はもうだけで見せる。意地でも。意地の意味がわからん。私はありものを大切にするんだよ、物持ちがいいんだよ。あんたはただ放置してるだけだろ。いるんだよな、趣味には金に糸目つけないのにそれ以外はケチなやつって。お姉ちゃんごめん、世界史の教科書貸して。また？もうしょうがないわね。はい、次からもっと気をつけなよ。うん、後で返しに来るね。ヒイラギの妹も結構ちょくちょいだよな。そうなのよね、だから私がしっかりしておかないと。うん、でもあれなんじゃないの、頼れる人がいると思うから気が緩みやすいとか。要するにヒイラギの存在がそうさせてるわけよ。ああ、なんかすごく説得力あるな。ヒイラギ、今何時？あんたの前に目覚ましあるでしょ。うん、ほんとだ。寝起きのヒイラギ凶暴伝説。言っとくけど落ちてかけちゃっただけだからな。つかさ、漫画もいいけどたまには新聞なんかも読んで世の中のことも知っておきなよ。そんなことじゃないかと思ったけどね。あー、ちょっとそこの人。あ、何？この組の小早川さん呼んでくれないかな。3年の泉が来てるって。は、はい、小早川、3年の泉先輩が来てるよ。何？お姉ちゃん、いやー、年上だと分かった途端敬語に直るから面白いね。可愛いもんだ。岩崎さんは背が高くていいな。え、なんでこんなに差があるんだろう。わからないけど、牛乳をよく飲むからかもしれない。そっか、日々の努力が実った結果なんだね。いや、人間そんなにうまくはいかない。身長よりももっと別のところが大きくなってほしかった。雨だから今日の体育は体育館でドッジボールだって。岩崎さんってこういうの最後まで残ってそうなイメージだね。強そうだから。私も内野だとなぜか最後まで残っちゃう方で、小さいから狙いにくいのかな。同じ残るのでも理由は大きく違うんだろうな。小早川さん、当てたらなんか悪そうだし。残念、
別々のチームになっちゃったね。私たちは一緒だね。うん、岩崎さん運動得意だし容赦なさそうだから怖いよね。私外野に回してもらったから大丈夫だよ。よかった。岩崎さんやっぱりいい人だ。じゃあ小早川さんは攻め、うん、で岩崎さんは内野、じゃあ受け、じゃなくて守りなんだ。うえっ、あ、保健員に攻撃されたよ。大丈夫。それにしても岩崎さんすごいね。正確にズバズバ当てていくもんね。そうかな。動体視力も運動神経もいいんだね。別に。あ、じゃあ私が騒ぐから怒っちゃったのかな。違うよ、あれは照れてるんだよ。そう？それならいいんだけど、いまいちわからなくて。そっか、人から誤解されちゃうタイプってこうなのか。その人を知らないと受ける印象が違うんだ。こっち来てからどっか旅行とか行ったの？ええ、聖地巡礼しましたね。聖地？はい、とりあえず日本三大聖地は巡礼しました。鎌倉とか京都や奈良とか？いえ、東京の秋葉、大阪の日本橋、そして名古屋の大須で、あとこの辺りの名所巡りもしてますね。東京タワーとか浅草とか。違いますよ、中野とか吉祥寺です。どうしたの？目にホコリが入っちゃったみたい。平気？うん、我慢できなかったら言って。ゲールシチュエーションですね。ダメっす、こんな腐った目線で友達を見たりしちゃダメ。こんにちは。はい、上がって。今飲み物とか持ってくるね。うわ、本がいっぱい。こんなものしかないけど。ヒヨリにもこういう時代があったんですね。殺してくださいっす、もう一思いに殺してくださいっす。そしてこれが今ですね。成長著しいですね。ほんとだ、上手だね。この絵どことなく岩崎さんに似てるね。うん。おー、宝塚ですね。あれ、これ私の赤なんかなの？うん。へー、見ててね。ダメっす、こんな腐った目線で友達を描いたりしちゃダメっす。田村さん、乙女ロード行きますか？うん、そのつもりだけど。乙女ロードってどんなところ？知らないんですか？うん、私も。はぁ、やれやれです。乙女ロードか。乙女ロードとは、東京池袋サンシャイン60の西側にある通りのことです。ここには漫画やアニメ専門店やキャラクターグッズのお店がたくさんあるんですね。秋葉と同じくらいマニアが集う場所とされています。ただ秋葉と違って女性客が多いことから、この通りを通称乙女ロードと呼ぶようになりました。つまり女子の行く通りのことなので。腐女子？腐った女子と書いて腐女子と読みます。腐ってるの？まあそう言われればそうだけど。はおーもうもうもうもち、あ、あ、うんうん、こっくん。ほら、3秒ルール、3秒ルール。5秒以内だったら菌がつかないんだってば。なんだよ、何も言ってないでしょ。はぁーもうんうんうん、あ、わぁにゅー、大好物のミートボールが。3秒ルールは、いや、場合によってってことで勘弁してもらえると。ラキスタ、データはもうすっかりおなじみ
い、アキラ様のアシスタント今日もしっかり務めさせていただきます、白石みのるでございます。さて今日のテーマはですね、レギュラー陣に加えて登場してきました新キャラをどーんとご紹介したいと思います。どーん、まずは泉家にやってきた小畑さんのいとこの小早川豊さん、そしてそのクラスメートの岩崎みなみさんと田村ひよりさん、パトリシア・マーティンさん、さらにさらに鏡さんのクラスメートの草壁美沙夫さんと峰岸彩乃さんと、なんとも賑やかになってまいりました。すでに皆さんお気づきかと思いますが、この新メンバー実はすでにオープニングに登場しております。わ、飛んだ。一体どんだけ出せば気が済むんだよ。もう18回目だろ、私の出番はどうなってる。あー、そういえばアキラ様、お出になられてたじゃないですか、あのカッパに長靴っていう可愛らしいお姿で。いやいや、なんですかね、先週ゲストの有沢さんとお話しさせていただいて、役者に必要なのは花だと、存在感だと言われまして、まさしく今日のアキラ様の出方ほんの一瞬でしたが、俺の瞳には小神アキラここにありと言わしめるもの。おい、あー、はい、おい、あー、いえ違いますよ。残念、もうお別れの時間ですね。というわけで今後も番組に対する感想、激励、ご意見などどしどしお待ちしています。ホームページ、ラジオなどで受け付けてます。じゃあバイリー、ケじゃあお疲れ様。え、いや違いますよ、メールなのか。いや違う、いやそんなわけないじゃないですか。どこにメールだ。いやちょっとあの両親からで。何のためだ。いやあのそろそろ実家に帰ってこいって。何を書いてる。いやあのだからそれは言ってみろ。いやつまりずっと探してたんだ、運命の人ってやつを、それはきっと君さ、根拠なんかはないけれど、君の笑顔を見ればありふれた日常だって輝くから不思議さ、まるで魔法をかけたみたい。愛しさも切なさも君が教えてくれたね、どんな長い道のりも二人なら怖くない。今日という特別な日が君と一緒でよかった、この僕の全てで君を永遠に守るよ、 I promise you、 Whoa。 はい、ちょっと裏声が失敗しましたが、すいません、すいません、感動した。あだす。感動した。あだす。古い古い。さて次回のラッキーストは？ひよりです。パトリシャです。パティ、バイトはもう慣れた？はい、バッチリです。パティが相手なら初めてお店に来た人でも緊張せずに楽しめるんだろうね。いえ、一元さんは相手にしませんよ。え、そうなの？たくさん来てくれてたくさんお金を落としていた人しかサービスしません。お店の方針なので。意外にシビアね。次回2時に本質あり。